たの笑顔を咲かせます、フローラです。よろしくお願いします。はい、じゃあね、今日ね、知らない方もいると思うので、まずは自己紹介をしたいと思います。私ちょっと長いんですけど、最初バラって言ってもらって、2回目さやねってちょっと聞くので言ってもらっていいですか。ちょっとなんかノリで頑張ってください。はい、じゃあ好きな花は何、好きな人は誰、ありがとうございます。みんなの心に笑顔と情熱を届けます。フローラ赤色バラ担当さやかです。よろしくお願いします。イエイ、今日は赤組リーダー。はい、はい、じゃあ皆さん、ユアの周りはっていうので、ひまわり畑と言ってください。いきますよ、ユアの周りは、ありがとうございます。チョッピー抜きずるけどあなたの視線を独り占め、黄色ひまわり担当のユアです。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、私たちは自給自足で札幌拠点にアイドル活動をしていまして、最近ね、2人になりました。で、まだ今年ね、全然活動できてないんですけども、はい、今後ね、もっとたくさんイベント出ていこうと思うので、また今年もよろしくお願いします。お願いします。今日は紅白歌合戦ということで、半年前からね、実は準備を進めていまして、そうそうそう、やっと半年後の今日がいよいよ来てしまいました。はい、自分たちでオファーや企画、タイムテーブルや MC なども考え、今日は皆さんで一緒に盛り上がれるように頑張りたいと思います。はい、今日はね、集大成ということで、最後まで皆さんには楽しんでもらえるよう各チーム頑張りたいと思いますので、最後まで応援のほどよろしくお願いします。今日はですね、特別ということでビンゴゲーム、皆さんカード持ってますか。はい、もらってない人いますかね。大丈夫ですか。でこちらのビンゴを途中の MC がありますので、進めて、どんどん進めていきたいと思います。今回限りの豪華な商品を用意していますので、皆さん運をこの際に発揮してください。はい、はい。でね、そしてこのイベントは投票制となっております。告知で見てくださった方は分かると思うんですけども、はい、受付でハートをもらいましたかね。なんか変な、なんかモサモサしたやつ。そう、白とかピンクとかあるけど全部関係なく、うん、色は関係ないので、そうそう、はい、はい、それをね、投票権となります。はい、それを最後までパフォーマンスを見ていただいて、最後入り口にあるね、多分そっち、みんなから見た左側かなに、赤と白い箱をちょっと誰かがね、あげてくれてるんですよ。ありがとうございます。をあるんで、そこに、はい、白すごいな、めっちゃ目立つね、はい、を良かった方にそのハートを入れてほしいと思います。はい、はい、で、負けた方のリーダーにはアイドルらしからぬフローラ恒例の罰ゲームがありますので、そちらの方もお楽しみください。はい、はい、そしてここで注意事項なのですが、先ほどもお伝えした通り、今回カメラ撮影を OK をいただいておりますが、必ずご本人様へ確認を取ってから掲載するなどの使用をお願いします。はい、ダナミさんは撮影禁止となりますので、意図を取らないようにしてください。はい、まあ、分からなかったらとりあえず聞いてもらうようにして、ね、はい、確認をお願いしたいと思います。はい、必ずお願いします。はい、それでは行きますか。はい、行っちゃいますか。はい、はい、ではいよいよトップバッター、あの2人からイベントが始まります。はい、皆さん、紅白太鼓歌合戦と言ったらスタートとコールをお願いします。いいですか。はい、じゃあそれでは行きますよ。フローラ対決、紅白太鼓歌合戦スタート。ありがとうございます。Yeah.
いいぜ。